コメントでもね、うんうん、映画業界ヒットの裏側って書いてあって、全然裏側がないじゃないか、うん、で、じゃあ 裏側をちょっと探ってみました。ああ、そしたらね、うん、消化して消化させてる、消化して消化させてる、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、スパイダーマンノーウェイホームについて語ってまいりたいと思います。スパイダーマンマガジンもあんだよ、これマガジンね、うん、これあの劇場で配ってた、劇場で、なるほど、いや配ってると置いてあったから、なるほど、多分これ12月号があるってことは他にもあるのかな、なるほど、うん、まあ力の入りようが、まあパンフレット特別版もかなり厚くて、カバーまでついてます。おいくらなんですかそれ。1100円ですね。1100円、消費税込みで、消費税込みで、はい、あでも意外になんか豪華だね、得かなっていう気はちょっとしますね、うん、はい、でもだけど1000いくら何がしのさ、はい、入場料払って1100円も払ったら大変だよね、はい、まあでもそれこそ IMAX とか 4DX とか、うん、もうだから3000以上になっちゃうよね。でしかも字幕見て吹き替え見てとか、もうそんなの全然スパイダーマンファンにとっては、はい、失礼いたしました、めんどくさい、グッズもいっぱい買って、はいはい、グッズだけでものすごい数がある、バッグも買ってほしいね、うん、ステッカーもついてるし、うん、得ですよ。じゃあまずネタバレなしで始めていきたいんですが、うん、その前に、うん、あのこれスパイダーマンの公開日って、うん、まあ、全世界配給、まあ、うんうん、ちょっとばらつきがあるんですけど、うんうん、昨年の12月14とか15とかに、うんうんうん、公開される国が多かったんですが、はいはい、日本は1月7日じゃないですか、うんうんうん、ある評論家はね、うん、あのまあ、その前に竹内さん、これなんでなんですかね、は何が公開日、うん、なんでずれるの、日本でほらずれること結構あるじゃないですか。いや、その元々ずれるのは、うん、あの日本っていうのが非常に特殊な国でね、はい、宣伝の仕方が各国とも全然違うっていうのは、はいはい、特に韓国と日本って割と隣同士の国だけど、はい、こんだけ映画的な状況が違う国は、うん、多分世界に類を見ないと思うんですよ、ね、はいはいはい、だけどまあ今回のそのずれはそういったことではなくて、多分すごくビジネス的な戦略か政治的な戦略のどっちかだろうというふうに推測ができますよね。なるほど、まあ、ある映画チャンネルで、うん、ある映画批評家の方は、評論家の方は、うん、アメリカで当たるであろうと想定して、うん、じゃあその、まあ、熱気でよく全米ナンバーワンとかっていうのを使うじゃないですか、うんうんうん、だからずらしたことで盛り上げを図って公衆につなげたいっていう狙いがあったんじゃないかってコメントをされる方もいらっしゃったんですけど、それは僕はちょっと違うような気がするんですけど、ね、はい、私もちょっと全然違うんじゃないかな。もうまず工業的な大事を考えれば、はい、もう絶対12月の上旬から中旬に公開するのが一番だし、うんうん、まあ、我々がやってる時とちょっと違ったのかもしれないけど、うん、まあ、あの日本で最もその客が入んなく、はい、お客さんが入んなくなる時期っていうのは、はい、1月の中旬から2月の中旬ぐらいまでの間なんですよね。でこれは単館系の映画においてはちょっと別なんですけど、はい、いわゆるそのテントポール的な対策をやるんならもう、正月映画でやるか夏休み映画第1弾か第2弾でやるっていうのはもう絶対それはそうなんですよね。ただやっぱりその配給会社が弱いとね、うん、そのまず超一流のメジャー会社に一番いいところを取られてね、公開時期、うん、でぶつけるわけにもいかないからずらしていくわけですよね、はいはい、でまあ僕はもともとそのアスミックエースという日本のインデペンデントの配給会社だったんで、はいはいはい、まあ、 なかなかそのメジャー作品をやる場合、例えばドリームワークスの作品なんかやる場合でもね、はい、なかなかぶつけられないんです。やっぱり並びを考えて、並びを考えてこの辺にぶつけるとまずいな。だけどまあ普通に考えれば、はい、物理的にいけばね、はい、日本で一番興行収入が上がるのは8月の第2週お盆の時なんですよね、うんうんうん、だからこのお盆の時期に、うん、夏休み映画をやってないという選択はやっぱりちょっとかなり苦しい選択になる、ね、だからまあジブリさんとかがね、うん、その夏休みにこうシュッドーンと上げるとか、うん、あとアニメもね、ドラえもんとか、うん、いろいろそういう作品がやっぱり休みにめがけて公開されます、うん、それとやっぱりアメリカのシーズンがちょっと日本のシーズンとちょっと違ってね、うんうんうん、アメリカの夏休み映画っていうのは基本的に6月から始まるので、なるほど、ちょっと早めになるんですよね、はいはい、だからメジャーさんが早めにやってくれると、うん、インディペンデントとしてはかなり楽なんですよ。なるほど。なぜかというと、まあ、アメリカで例えば6月の第2週ぐらいに、うん、そのいわゆるホリデーシーズンのね、夏サマーシーズンの始まりの映画をやってくれた、
と日本が2週遅れて、まあ、6月の最終週か7月の上旬にやってくれると、僕らは7月の下旬ぐらい、あ、ちょうどだから小学校の夏休みが始まったぐらいにね公開して、それで2週間やった後にお盆っていう、まあ、日本で一番入る時期にやれるってことありますよね。ただやっぱり難しいのはお正月の時期で、特に単館系の映画のお正月は2月の上旬っていうふうに言われていて、逆にその対策とか、それからあと、アート系の映画を見に行く人たちってお正月結構忙しいのでね、うん、特にあのマダムたちはお正月前後って結構忙しいから、はい、それが落ち着いた、まあ、中国でいう旧正月あたりにそのアート映画を公開するのが一番いいというふうにも業界内では言われてたんですね。ちょっと昔はね、うん、正月映画特集に取り上げられるために時期を選定するとかもあったじゃないですか、はいはいはい、ただ昨今はやっぱりこう SNS ですとか、うん、まあ、ウェブニュースとかの方がウェイトが高いので、うん、そういうのもだんだんなくなりつつあるのかなって気もしますけど、ね、はあるんだけど、でもやっぱりその人の流れっていうのはそんなに変わってないので、うん、そうですね、まあこの1月7日に公開するっていうのは、はいはい、瞬間的には入るけれど2週目からは多分普通は冷える時期なんですよね、はいはい、だからスパイダーマンぐらいの映画だったら12月のやっぱり中旬にはやっぱ公開しときたいと考えるはずなので、うん、この選択はなぜなんだろうっていうのはすごい不思議に思いますね。ということは竹内さんの中でもハテナマークってことですか。うん、なぜこれを選んだんだろう、だってアメリカでは公開してるわけでしょ、ね、そうですね、うん、ちょうど12月15ぐらいがやっぱりね同時公開がぴったりなはずですけど、まああっても一周遅れとかね、うん、いうのがまあ正解だと思うんで、いや、あの私も正解は知らないんですよ。あ、知らないの、なんかさも自分だけ知らないんですけど、うん、知らないんですけど、あの類推はしたコメントでもね、うんうん、映画業界ヒットの裏側って書いてあって、全然裏側がないんじゃないか、うん、で、じゃあ 裏側をちょっと探ってみました。ああそしたらね、うん、興行会社さんのご意見としては、うん、だからこれは配給されたソニーさんの意見ではなく、うん、興行会社の類推からすると、うんうん、呪術廻戦を回避したんじゃないかというご意見でした。なぜなら、うん、やっぱり呪術廻戦って何日公開だったの、多分12月に公開されてる、うん、そんなことは分かってる15ですでしょ、15でしょ、だぴったり一瞬送りにすればよかったじゃん。でももうちょっとずらして、うん、これあのスクリーン数いっぱい取って、だけどさ、うん、ね、結局ノーウェイホーム1月7日に封切っても、はいはい、やっぱりあの一番お客さんが入る大きなスクリーンは呪術廻戦なのよ、はい、だったら僕は一周遅れでやるべきだったと思うんだよね。そうですね、うん、だけど多分今回はそういう選択をせず3週間ずらしたことで回数とスクリーン数が取れるっていう判断をしたんだと思うんですね。まあ、一つ予想できるのは3週ずらせば日本で1位が取れた、はい、取れるっていうふうに類推したってことあるんだけど、はい、取れたのこれは結局。では先にちょっと興行収入見ると取れたんですね、はい、じゃあそれだ、作戦勝ちっていうことではありますよね。いや、クリスマスですか、12月24日に呪術廻戦、ね、じゃあ回避するともう1月7日しかないのかっていうことですね。うーん、だからぶつけるのを避けた、もうね、本当はその前にやるっていう選択肢もなくはないと思う。いや、それはないね、うん、なぜないでしょう、だって呪術廻戦に取られたら一回盛り上がったものが消えちゃうの。そうだよね、うん、だからやるとしたら呪術廻戦よりも1周ずらすか2周ずらすか3周ずらすかっていうことになっていくと思うんだよね、はいはい、まあ、実際それで1位が取れてるってことは、はい、ソニーは多分これ興行収入よりも名誉を取ったんじゃないのかな。いや、どっちもだと思いますけど、いや、だけどね、本当に1月の中旬からはもうお客様冷えるのよ、うん、だけど1月7日公開だと、まあその成人の日まで1月の10、10日、うん、ここまでしか稼働しないからね、基本的にはね。逆に言うとちょっと注目はあの2週目がね、数字的にどうなるのかっていうのは竹内さんがおっしゃるようにかなり落ちるのか。いや、2週目ってことはだからあれでしょ、その、成人の日、あ、そこか公開は、うん、あ、2週目結構厳しいかも ね、だからそれはちょっと追っかけてね、うん、もう一度チェックしたいなとは思いますが、2週目が何パーセントになるかちょっと非常に興味あるよね、はいはい、1週目はまあ堂々のやっぱ1位で、まあ、896スクリーンっていう非常に拡大公開で、なおかつ1スクリーンのね上映数もまあ最近言ってるその自己評的なものすごくたくさん上映されてますし、そうでもないよね、そうスパイダーマンはそうでもなかった、なかった、うん、あとやっぱスパイダーマンは多分あれでしょ、うん、4DX とか、そうです、だから単価も1550円と非常に高かった、ね、うん、それのせいだと思うんだ、はい、でアベレージも
1500は2位でしょ、うん、じゃなくて単価です、ね、あ単価か、うん、お客さんの単価も1550円なので、それはあれだよね、はい、4DX そうですそうです、なんとかのせいだよね、はい、うん、IMAX とかその辺で貢献してるかなと。でアベレージも100万超えてるので、そう、ね、もう大ヒットスタートで13億6千万円いきなり叩き、まあ、だからやっぱりスクリーン数を取ったっていうのはあるのかもね、うん、はい、っていうふうに、まあ、シネコンの編成担当の某氏はおっしゃってました、うん、ちょっとその呪術廻戦の24日っていうのが押し詰まってたから、うん、ちょっと選択するのにここしかなかったっていう類推はできるんでしょうね、はい、2週開けたかったわけでしょ、はい、あ3週2週だよね、2週開けたかったんだな、はい、やっぱりどう考えても、っていうようなね、公開日に関しては、まあ、非常に戦略的であり、うん、いろいろね、まあ、配給会社としては他社さんのね作品とか時期とかいろいろ考えますよね、これはやっぱりあれだね、うん、そこを取ったんだな、だからアメリカで当たってどうのこうのとかってのはちょっと的外れかなと。でも単にスクリーン数を取りたい、それで呪術廻戦を回避したってことだと思うんだよね、はいはい、まあ、アメリカで当たった場合もう今はねすぐツイッターとかで、まあ、情報が SNS とかで上がっちゃうし、 いやしかも別にアメリカで当たったから今日本で当たるということはそんなにはない、まあ、今はないですよね、うん、じゃあちょっとネタバレなしの感想を、じゃあ、いや面白かったし、すごい評判いいじゃないですか、評判めちゃくちゃいいですね、評判はすごくいいけど、うん、このあとは大変そうだなと思うな、うん、書き込みのね、まあもう評価も5点とか 4.9 点とか、そんな分かんない、10回とか20回とか見てる人もいるしさ、まあその、スパイダーマンファンだったらそうなるという気持ちは非常によく分かるし、脚本もよく書けてるし、演出も非常にうまいし、いろいろ詰め込んでんだけど、2時間半でしょこれ、2時間半によくまあ詰め込んで、すごく整理もきちんとされて、僕はもちろん初めて見たけど、うん、今まで の何大体中身知ってるから見られるけど、うん、これ多分初めて見た人でも、まあ、分かんないとこいっぱいあると思うけど、うん、面白くは見られると思うんだよね、うん、しかもまあそんなインチキだよマルチユニバースまあこれネタバレになっちゃうかもしれないけど、もう世の中でね、マルチバースね、マルチバースか、うん、マルチバースっていうのあるよねそうそうそう、これ何でもありってことだよねっていうマルチバース、そうそうそう、日本語で訳すと何でもありになっちゃう、うん、まあね、でも逆にそのマルチバースっていう思想を作ったっていうことは偉いと思うし、概念的にね、でそれをちゃんと映画の中で消化して消化させてる、消化して消化させてる、はい、ここは見事だと思うね、はい、だからこれみんな真似し始めるというか、こういう概念が映画ファンにとって一般通念となったってことは、これは誰でも使えるわけだよね今後。だけど誰でも使えるけど、こんなに見事に消化させられるかどうかは、使った時今後それは評価の対象になってくると思うので、やっぱりそれを最初に使ってこんだけ見事に消化させて消化させてるこの本作はやっぱりなかなか見事だった、脚本、監督、プロデューサーの腕はやっぱりなかなか見事だったなってことは言えると思うんですよね。私はね、やっぱちょっと自分一元さんだなと思って、うん、やっぱり全てを理解してないから、分かる分かるよ、ちょっとなかなかよく分からないところが、よく考えればさ、うん、一番最初にね、うん、アルフレッド・モリナが出てきた時点でおかしくないと思う、うん、ここはもうファンじゃないとなかなか分かんない、ね、そうそうそう、だからファンの方はもうとにかくもう嬉しくてしょうがないっていう気持ちはすごいよく分かるし、まあ、ちょっとこれまたビジネス的なことですけど、そもそもねマーベルの原作をソニーがスパイダーマンにしたわけ、もともとさ、うん、そのマーベルのね、うん、スタジオが今ほど流星じゃなくてマーベル主導で撮ってなかった時に、はいはい、ソニーが先にその映画化権を抑えちゃって、うん、で後々マーベル主体でそのマーベル映画を撮り始めた時にはもうソニーがね、うん、やってたんで、うん、そこは結構あるよね、そう、まあ後々ディズニー傘下になっちゃいましたからね、うんうん、でいわゆる MCU って言われるものと、うんうんうん、まあ、ソニーのスパイダーマンが結構微妙な関係になっちゃって、うんうん、決裂して、うん、まあ、スパイダーマンシリーズも無理なんじゃないのみたいな時期もあったらしく、うんうん、まあ、そういうことをファンの方はね皆さんご存知だから、うんうん、まあ、トム・ホランドが結構間に入って説得してこのシリーズがまた復活したっていうことも含めると、うん、まあ、すごく、まあ、感慨深いものがあるのは非常によくわかりますよね、うんうん、だからビジネスの犠牲にならずにちゃんとね、しかも
きちんと映画として成立させられたっていうことが、うん、もうこれネタバレいいんですよね。じゃあこっからはネタバレで、こっからならもう言ったんじゃないの？まだ言ってないですね。こっからじゃあネタバレで、はい、いやだからベノムは本編に出てくるのかと思ったんだよね、はいはいはい、そしたらあの最後の付け足しだったんで予告編でしたね、うん、ちょろっとしたね、うん、だからこれからですよね。だから多分ね、またいろんな展開があるんでしょうけど、一旦これでこのシリーズはトム・フランド版なのか、うん、まあホームシリーズなのかね、うん、は区切りをつけられたっていうことでしょう、ね、まあやっぱり一番あのうまいなと思ったのは、うん、最初にアルフレッド・モリーナを登場させて、うん、モリーナがあれ、うん、おめえ違くないって、うん、えアルフレッド・モリーナが言うのかっていうね、うん、アルフレッド・モリーナはなんていう役目だったんですか？ドクター・オット。ドクター・オット。オクタビアス。オクタビアス。だからやっぱこれがうまいなと思うんだよね、うんうん、この辺の入りから入っていくのが、うん、やっぱり多分ファンの人が一番こう妙味というふうに思うとこなんじゃないかなと思うんだよね、うん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 、それでやっぱりベネディクト・カンババッチ演じているドクター・ストレンジがすごい効いていて、うんまあ、ドクター・ストレンジシリーズとそのスパイダーマンシリーズがうまく合わさってるのがね、うんうんうん、やっぱ非常に見事ですよね、うんうん、でも一方でほら大宮さんおっしゃったように、うん、ドクターストレンジがあれマルチバースやっちゃうと、うん、何でもありかなとは思いますよね。だからこの1作目はいいんだけど、うん、あのマルチバースをね、うん、こんだけ利用した、うん、この後はやっぱり結構なんていうかな興ざめしちゃうような人が出てくるから、うん、その使い方を相当考えないとダメだと思うんだよ、ね、でも当然相当考えられるんじゃないですかね。いや相当考える人たちもいるし、うん、真似する人たちはマルチバースを要はこの MCU、うん、マルチバースの世界とは別に映画を作る人たち、ね、要するにそのパラレルワールド的な考え方をマルチバースという考え方として並列にね使うっていう人たちがきっと出てくると思うんだよね、うん、そうなった時には何でもありじゃんっていうのが本当に何でもありになっちゃうから、うんうん、だからやっぱりこんなに見事にそのマルチバース、うん、まあパラレルワールドというかマルチバースをね、うん見事に使うのはなかなか難しいだろうなと思うんだね、うん、でみんなも結構ほら最初だから、うん、やっぱりすごいって思うけど、うん、だんだんいやもう見たし見たと思うんだよね。そうですよね、うん、2度目をじゃあどうするのかね、うんまあ、特にベノム絡みのことはもう映画の最後でね、うん、ちょっと告知されてるので、うん、まあその辺がどう絡んでくるのかがお手並み拝見というか。そうね、で、うん、スパイダーマンシリーズって僕今まで見てはないんだけど、うん、それやっぱり結構その最愛の人たちと別れるっていうね、うんはいはい、結構その隠しテーマがすごいあるじゃないですか、うんね、今回さそれをもう中盤で使いながら、うん、最後にね、うん、そこにまだ生きてるのに別れなきゃいけないっていうのがあるじゃない、うんはい、ここはやっぱり隠しテーマとして、うん、すごいスパイダーマンの今までの総括として、うん、テーマが浮き上がってくるのがすごいなと思って、うん、僕もほら最愛の猫を亡くしたばっかりなんで、あ余計響いたわけ。いや結構これは響くよね。だから死んじゃったのはさ、まあどうしようもないっちゃどうしようもないじゃない。それは最愛の人たちね、お母さんだったりお父さんだったりおばあちゃんだったりおじいさんだったり友達だったり恋人だったり、うん、旦那だったり奥さんだっていろんなあの辛い別れはあると思うんだけど、目の前にいるのにその人ともう会えないっていうのはね、もちろん会えるんだけど、これがやっぱりだから今後そのこのシリーズがもう、まあ、多分終わるんだろうけど、もし仮に映画の中の世界が続いていくときにね、ピーター・パーカーは今後 MJ に対してどういうふうに、していくのかっていうのはちょっとやっぱ見てみたくはありますよね、うんうん、これマルチバースでね、じゃあ死んじゃった猫のマルちゃんを蘇らせることはできないんですかね。でもスティーブン・キングぐらいしか蘇らせられないんじゃないかなペットセメタリーとしてね、うん、これだからそれで言うとね、うん、マルチバースでこっちに来ちゃった、うんまあ、トビー・マグワイアは結構お年取ってますよね、うんうん、ってことは時勢は同時進行で動いてるっていうことなんですかね、うん、っていう考え方だよね。ですよね、うん、だから若いトビーが出てくるわけじゃないもんね、うん、で若いトビーが出てくるなら別れはなかったってことになっちゃうってことですよね、うん、だから時勢は同時進行でパラレルワールドなんだけど、うんうん、それをこっちに引き戻したっていうことですよね、うん、あのその時点の同時進行してる世界が、うんうん繋がってしまったっていう考え方だよね、うんうんうん、まあだからおっしゃるように、うん、非常にまあ都合のいいシナリオなんだけど、うん、それがうまく、ね、そう帰結してるかなっていう、あの都合のいいこういうアイデアは、うん、あの下手に使うとみんな納得しないんだけど、うん、やっぱきちんと消化されてるので、
まあなんていうの、まあ何でもありじゃんとは言えるけど、うん、でもその何でもありじゃん世界がきちんと映画内リアルとして確立されてるから、うん、まあ文句は言えるけど納得はするっていう感じは絶対どんなうるさい人でもあると思うんだよね、うんうん、だから当然のごとくスパイダーマンファンの方たちはね、うん、非常に皆さん満足されてるし、やっぱり役者がこんだけさ、じゃあキャスト陣についてもう出てきた述べていきましょうか、うん、まあそうですよね。しかもそのさ、トビー・マグワイア版の悪役から全部出てるわけだし、キャストからしたってさ、アルフレッド・モリナ、ジェイミー・フォックス、イレム・デフォーね、ここには出てないけど、あの二人を演じてるのも結構、うん、すごい悪役なのよ、はい、一人はあれなんだっけ、はい、アカデミー賞とかのワインでさ、カリフォルニアを回る映画ありましたね、あれに出てた人なんだよね、はいはい、あれの相方を演じてた、はい、でもう一人は誰だっけな、もう一人はこの間もさ、はい、あのキングスマンで、はい、あのなんだっけあれ、ラスプーチを演じてたリス・イヴァンスなんだ、はい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 、だからあのここのキャストに今もらったこの資料にも出てこないね、まあ、顔がほら出ないからほぼ悪役として、でもそれを演じてんのはリズ・イヴァンスとそのなんだっけあれ、あの2人がやっぱり演じてんだよ、だからすごい名優揃いなんだよね悪役はね、まあ、当然そのほら今まで1本の映画の悪役をやってきたわけだから、こんな集合体で全員そのねクセモノ俳優がこんだけ出てくると、でも特別版のパンフなのにキャストこんだけしか載ってないんですよ、それありえないよね、9人しか来てない、それはありえない、だってパンフレット買う一つのさ、あれはそうなんですよ、それ IMDB の方がいいってことになっちゃうよね、なっちゃうよね、うん、なっちゃうよね、しかも今こうやって僕が思い、うん、あのリズ・イヴァンスの名前思い出したけどさ、わざわざ特別版買ったのに、うん、ブーブー、うん、だからそれはないよな、しかもその悪役はさ全部一応一覧にして、そうそう、だからね見にくいんです、すごく、うん、悪役は全員一覧になってないの、なってない、それはまずいでしょ、あんだけだって過去のさ、でどのバージョンに出たのかも分かんないじゃん、じゃあ分かんないよ、それはないんじゃないの、なんかねこう飛び飛びなんで、僕はそれ編集したら絶対やんないけどね、うん、一応悪役一覧で誰が演じてたかぐらいさ、キャストと写真とね、うん、プロフィールとね、だからその悪役のプロフィールと俳優のプロフィール並列で載せるとかさ、あと関係図として一作目っていうなんかこう四角相関図ね、うん、私の好きな相関図、それは僕スクリームの時も作ったけどね、それはね、うん、私はキャストはウィリアム・デフォーが結構まだ若いなと思って、ウィリアム・デフォーね、はい、今ウィリアムっつったよ、ウィリアムって言いましたよ、いやウィリアムっつったよね、いやもうチェックしてください、ウィリアムって言いました、視聴者の方が分かってる、うん、ウィリアムって言いました、いやウィリアムって言いました、ウィリアムです、うん、ウィリアムの方が若かったなと思って、うん、いやみんなジェイミー・フォックスだって、うん、全然あのアカデミー賞取った時と変わんなかったじゃん、そうですね、うん、あとアルフレッド・モリーナもなんか若返った感じがしたけど、ね、うん、あれちょっと加工してるんですかね、加工してんのかな、うん、加工してる可能性ありますよね、うん、あとあの悪役、唯一のだから悪役になった J.K. シモンズが面白かったね、あ、うん、なんかね、あの本当はね、ヴィランがみんな構成していく途中でね、うん、そうそう、あいつだけがずっと悪役っていうね、面白かった、そうそう、それが、うん、じゃあツッコミどころ、はい、ありました、いやだから僕はツッコむの、あなたがツッコむのをいつも僕がほら解説するっていう、これはね、基本的なところで、うん、あのドクターストレンジのマルチバースを使っちゃうと、うん、こっちに来た後の残された方はどうなるのかなってすごく想像しちゃったんですよ、うん、それもいいんじゃない、面白さの一つだから、そうで、あとね、そのそれはツッコミどころじゃないな、あとその、うん、ピーターがね、うん、ドクターストレンジに頼む理由が、うん、MIT に、まあ要は MJ と誰か、メッドが、うん、合格を取り消されるじゃないですか、うん、まあ、っていうか、まあ、そもそも資格がないみたいに、うんうん、まあ、スパイダーマンの友達だからみたいな、うんうん、それで記憶を消してくださいっていうふうに頼むのが、うん、まあ、ちょっと、まあ、アメコミ、アメコミっぽいなって思ったんですね、アメコミだ、うん、だからまあっぽいなと思って、言うとこいいんじゃない、アメコミっぽいな、当たり前だよ、っぽいも何もアメコミの映画かだから、まあ、だから、あ、これがスパイダーマンの世界なんだなと、いや、だって大体こういうのってさ、え、そんなこと頼むとか、いや、もし頼むんならもうちょっと考えてから頼まないとか、そうそうそう、だから、いや、ドクターストレンジにしても、そうそうそう、なんだっけ、あの、
ゴンがさ、あんなに反対してんのに、なんかやけに簡単にするじゃない、そうそう、なんか5分考えたからとか30分考えたからやったらって思うじゃない、うん、でも逆なのよ、これそれとかね、うん、こう例えばすごい悩んでね、どうしようああしようとかね、で意を決して頼んだのに、あ追加でこれもこれもとかっていうのがね、うん、すごいアメコっぽいな、まあっていうかああいうのが、うん、あのツッコミどころっていうのは分かるけど、うん、また逆にツッコミどころを作ってんだよ、ね、なんだろうね、うん、と思いました、うん、だから自己完結はしてんだけど、うん、一応言ってみたかった、そうちょっとやっぱりまああの僕が見ても、うん、脚本的にわざとああいうところを作るっていうのは、ね、わざとだと思う、確信犯だよね、うん、だって最後も頼むときにさ、うん、どうせもう一回頼むんならさ、うん、ね頼みようがあるんだろうって思うんだけどねそうそうなんですよ、まあいいんだけどね別に、うん、それがあるから映画として成り立ってるんだよね、そう、うん、まあでもねあのやっぱリドリー・スコットあのハウス・オブ・グッチが控えてますが、うん、炎上商法じゃないかとおっしゃいましたが、やっぱり批判する対象にもなるじゃないですか、意味がよく分かる、まあ、要はこの手の映画は、うん、要はヒーローがね、うん、すごい危機を乗り越えながらタイトロープで最後、うん、敵をやっつけるみたいなパターンじゃん、ね、この映画見てると、うん、昔ねそのヒーローがあんまり悩んでなかった頃の時代のヒーローものは楽しかったなって思っちゃうんだよね、うん、やっぱりね、うん、ここまでヒーローをなんか人間的にみんな悩ますじゃない、うん、まあもともとバットマンとかね、うんうん、スーパーマンとかいろいろあったけど、なんかヒーローが悩まない時代はそれはそれでよかったなって思っちゃう、ね、ただ、うん、それで思い出しましたけど、うん、日本のね池上良一さんのスパイダーマン、うん、平井和正原作のね、うん、原作っていうか、まあ、まあ元々は、ね、いやあれ 後半が平井和正、そうそう、前半は違うの日本版スパイダーマンのコミックではすごい悩んでます、ねうんうん、前半は誰だっけあれ、ね、ちょっと前半はね違うんだよ、平井和正がやったの後半だよね、うん、誰だっけ前半、だってその主人公はさ、うん、あの天井にあのウェーブ垂らしてこう、うんうん、こんなぶら下がってね、うん、悩んじゃってますからね、まあ、日本人悩むんですけに比べるとでもみんなその池上良一版スパイダーマン知らないでしょ、だって、まあ、そうですよ、ね、ちょっと説明しないとダメなんじゃない、あの、まあ、ご興味のある方はちょっとネットでも検索していただく、うんまあ、好きな方はもちろんご存知だと思いますけど、スパイダーマンの原作をもとに、うんまあ、ちょっと最初の方忘れましたけど、平井和正さんとかが、まあ、本を書かれて、うん、それに池上良一先生が絵を描かれたね、うん、スパイダーマンがちょっと非常に日本的な感じで、うん日本版スパイダーマン、ね、悩むスパイダーマン、ね、そうそうそう、うん、だからそれとちょっと近いかなと思って、そうだんだん時代が近づいてきちゃったということですよね、なかなかあれはあれでなんか大変楽わびさびのあるスパイダーマン、いやでも大変楽でさそのね、うん、こんなにあの人間的にヒーローたちが悩まなかった時代、うん、わあやっぱりそれはそれで楽しかったけど、うん、みんなこんなヒーローが悩み出しちゃってさ世界を救うのにも、その昔は二元論みたいな善と悪が割とはっきりしたけど、ね、今やその善と悪ってこっち側と向こう側だからさ、なかなか難しいじゃないですか、そうですね、そういう風になんか時代が進んできてヒーローものをやるのは、まあ、大変だなっていうのはちょっと見てて思いましたね、そうですね、うん、だからヒーローなのにこうね悪いことやってんじゃないかとかっていつもね言われちゃってるのがスパイダーマン、ね、しかもヒーローなのに SNS で晒し物にされるとかさ、もうなんか今日的ではありますよね、ものすごい今日的だと、うんうん、あとやっぱりね、こういうマーベル MCU ファンでないいわゆる、まあ、シネマサロンをご覧いただいてね、あの映画お好きな方たくさんいらっしゃるんですが、方にはちょっと逆に敷居が高いかもしれないなと、敷居が高い、うん、その表現は合ってますか、ハードルが高い、ハードルが高い、うん、ハードルは高いもんか、ハードルがありますよねえちょっと待って何が言いたいのかもう一つ、いやちょっとやっぱり説明してください、ほら竹内さんだって別にシネマソロンなかったら見ないわけでしょ、多分ね、うんまあ、見なくてもいいやと思っちゃう人は多いんじゃない、いやそうじゃなくて、うん、僕いつも言うんだけど、いや無人島に行ってこれしかなかったら毎日これ見ますよ、うんうん、いやそういうことで別にもう他にいっぱい見たいものがあるからそうそうそうですね、うんうん、その順位の問題だけで、うん、僕は別にそんなになんちゅうの佐藤さんほどは敬遠してる
うん、私を引き合いに出してもいいんですか？いやだからもしさ今週ね、うん、スパイダーマンしか公開されなければ多分絶対見ます。まあそうですね、うん、それはそうですね、うん、で何を言いたかったんだっけ。いやでもほらあのご覧にならないっていう選択をされる方も結構いらっしゃるんじゃないかな。一つあるのは、うん、あの僕は別にスパイダーマンシリーズをね、うん、あのそんなに敬遠してなかったんだけど、うん、やっぱり1作目を見はぐると、うん、2作目を見はぐり、ね、見はぐるっていうか、うん、新たに見ようってなかなか思わないじゃない、うん、それはなんかあると思うんでね。 それがもし佐藤さんのおっしゃるハードルだとしたらハードルはあると思う。 そうですね、でもだからといって別にこれをまあスパイダーマンノーウェイホームで初めてスパイダーマンシリーズ 1,2,3,4,5,6,7 本目か8本目かなにして初めてこれ見ましたけど、うん、でもまあ別に見なかったから分かんないってことはないし、僕はほらあの映画業界の中にいるから、うん、見ないでも大体中身は分かるよ ね。だから誰が悪役で誰の時にどういう役で悪役だったかっていうのは、例えばアルフレッド・モリナにしてもイレム・デフォーにしてもみんな知ってるから、それで見やすいのもあるよね一つはね、うんうん、でもそのやっぱり初めてこれをご覧になるとね、うん、ちょっとやっぱり分かんないとこはあるかなとは思います。そうね、特にその今までの僕みたいに見てなくても大体中身知ってるっていう人間じゃない人が見ると、うん、かなりやっぱり見ていてこれはどういうことなんだろうっていうには思っちゃうかもしれない。だけどだからといって映画をつまんないと思うかっていうと結構面白く見られるとは思うんだよね、うん、逆にこれ見てさなんかあのトビー・マグワイアの第一弾から見始めるっていうのもありなんじゃないかなとは思うんだけど、うん、 ね、それでまたもう一回これ見ればいいんじゃないかな、はい、という、はい、映画の見方もあるような気がしますけど ね、まあ、あとそのねエンディング終わってから2つもまた特別映像があって、うん、次へどうなるのっていうね。いやいやなんかさクレジット始まった瞬間に帰る人がやっぱいていますよね。いや特にこのさ、うん、マーベル映画の場合に帰っちゃダメだよって言いたくなるよ ね。だからまあもし万が一そういう方がいらっしゃったらマーベルの映画は絶対最後まで敵立っちゃダメだよね、うん、絶対ダメ、まあ、じゃあ場内が明るくなるまではね、うんまあ、最後にねベノムちょっと出てきてほしいね。もう本当にやるんだもんマーベルってそればっかり、うんうん、必ずやるって、ね、お約束で、うんまあ、逆に言うとちょっと次のスパイダーマンもしくはじゃあベノムと絡んでどうなるんだみたいなのは非常に楽しい。でも先にストレンジがやってくんでしょ。そう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 、うん、ストレンジもね。でもやっぱりベネディクト・カンバーバッチはやっぱりすごいね、うん、なんか演技がうまいのはもちろん当たり前なんだけど、なんだろうあのオーラはね独特の、うんさも偉そうに見えるじゃん。そうそうストレンジに見えますよ、ね、見える見えるすごいと思う、うん、まあ豪華キャストと莫大な予算をかけて、うん、しかもアメリカでも大ヒットっていう、うんまあ、世界的に大ヒットなんでしょうね、うんまあ、作品もよくできたしね、うん、いや面白かった。日本でも大ヒットスタートしております、うんうん本日はじゃあスパイダーマンノーウェイホームについて語ってまいりましたが、あなたの番ですみたいなことにはなりました、ねはい、非常に、まあ、ちょっと私はなんかちょっと置いてけぼりくくやってた時間帯もありましたけど、ああ、はいまあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、すごい評判になってます、はいスパイダーマンノーウェイホームについて語ってまいりました、よろしければチャンネル登録とコメントいただけるとありがたいです、はい、どうもありがとうございました。すいません最初に裏側のお話をちょっとさせて、そういうタイトルつけたあなたがさ悪いんじゃないのやっぱり。そうなんですよ、うん、だから次回を込めて言われちゃうんじゃない、次回を込めて、うん、じゃあ今日はちょっとそういうことをお伝えしようかなと思ったんです、うんはい、じゃあちょっと最初はちょっとさそれだったらもうソニーの人に聞いてこいよって話だよ。まあね、うん、だから別につけなんかあるんだから聞けばいいの。いや知り合いがほらちょっとずつ減ってますからね。いやいるでしょうだってそんなのいっぱい。わかりました、うん僕はめんどくさいから嫌だけどあんた聞いてね、はい、教えていただけないケースもありますからね。それはだからしょうがないじゃん。だから聞いたけど教えてもらえなかった、はい、って言えばいいんだから、うん、いやだってね映画業界ヒットの裏側って言ってたからもうそれはやっぱり調べてもないとすいません。そのためにあんたやってんでしょ。サブタイつけてそのサブタイ通りじゃねえだろうっていう。そうだよ、もっとそれやるべきだよ。なんか嬉しそうですいや全然はい。